岩本講師は、日本の男性プロレスラー。三重県桑名市出身。血液型 B 型。三重県立四日市中央工業高等学校、愛知大学卒業。学生時代に柔道を経験し、2012年、スポルティーバエンターテイメントに入団。11月4日、スポルティーバゼップ名古屋大会、アイプロレス博2012その向こうへの対、石田真也戦でデビュー。 2016年より全日本プロレスにレギュラー参戦。同年のジュニアタグバトルオブグローリーには後輩の安倍文天と組出場するも最下位に終わる。2017年1月1日付で全日本プロレスに移籍。同年のジュニアバトルオブグローリーでは早速優勝を飾る。2018年6月5日、ジェイクリー、最量にディラン・ジェームス。 佐藤圭一らと新ユニットスイーパーを結成。同年、ジュニア、タグバトルオブグローリーに田尻とのコンビ、一夏の影楼で出場し優勝。翌8月26日には、青木敦氏を下して、四度目の挑戦にして、世界ジュニアヘビー級王座を初退官。近藤修二との初防衛戦に敗れタイトルを手放す。ものの、同年のうちに近藤から取り返した。 2019年、ジュニア、バトルオブグローリーで2年ぶりの優勝。3月21日、ジェイクとのタッグで、アジアタッグ王座を獲得するなど好調であったが、5月5日に、アジアタッグ初防衛戦で敗北。さらに5月20日に、青木に敗れ世界ジュニア王座から陥落。アジアタッグは6月18日にジェイクとのタッグで、奪還したが、ジュニア、タグバトルオブグローリーは、 佐藤とのスイーパータッグで参加したものの敗退。また、世界最強タッグ決定リーグ戦には、ジェイクとのアジアタッグ王者としてエントリーされず、スイーパーの存在意義に疑問を呈し、結局タッグリーグ中にスイーパーは解散。その後12月21日に、ジェイク、野村、岩本によるユニット、人ジン,ジンを結成した。2020年、前年より行われてきた。 世界ジュニアヘビー級王座決定トーナメントにおいて準決勝敗退。3月23日にはアジアタッグも手放し、無冠となる。6月30日、小玉雄介との世界ジュニアヘビー級王座時期挑戦者、決定戦に勝利し、7月25日に王者、横須賀スムーに挑戦。熱戦を制し、1年2ヶ月ぶりに世界ジュニア王者に返り咲いた。 同年末にワンデートーナメント形式で開催されたジュニアタグバトルオブグローリーには安倍文天とのコンビで参加したが準決勝で青柳良星ライジング早と組と時間に入れ引き分け大会ルールでコンビの合計体重が多かったために準決勝敗退となった2021年2月20日シーマに敗れ世界ジュニアを出館。3日後の23日には ジェイクの裏切りにより、ジンが解散。岩本は、スワマやアシのショータローラと行動を共にする。タイトル奪還に、排水のジンを敷くべく、同年のジュニア、バトル・オブ・グローリーを辞退し、6月9日に、シーマとのリターンマッチに挑み勝利。自身4回目の退還となった。しかし6月26日、オ田タク総合体育館、大会、ジュニア。 バトルオブグローリー優勝者のフランシスコ・アキラを迎え撃った初防衛戦で敗れ王座を明け渡した。柔道出身であることから柔道技をベースとした投げ技を得意とする。ありがとうございます。